PFC チェルノモレバルナは、ブルガリアのバルナをホームタウンとする、サッカークラブ。1909年、コンスタンティノープルのブルガリア人大学生13人が、サッカークラブ13を創設した。学生たちはソフィアに戻ると、すぐにサッカークラブ、スポーテストを創設した。一方、1913年3月3日に、創設されたガラタは、カムチア側の昔の名前である、 ティチャに解消した。1914年5月24日、スポーテストとティチャは合併し、ティチャ側が創設された。1919年1月21日、クラブは単にティチャと呼ばれるようになった。その後、クラブの名称は何度も変更されたが、1959年にブルガリア語で国会を意味するチェルノモレに解消し、現在に至る。 チェルノモレの公式の創設年は、スポーテストが創設された1909年ではなく、ガラタが創設された1913年とされている。クラブは PFC スラビア、ソフィア、レフスキソフィアと共に、ブルガリアで最も古いサッカークラブの一つである。2006年、2008年にブルガリアカップ決勝に進出し、2015年大会で初優勝した。出展中、 選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。